ご覧いただきありがとうございます。将棋ドットゲイ店ゴーダです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、電池の液漏れについて少しお話したいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今回もリクエストをいただいております。腕時計大好き様、ありがとうございます。お尋ねしたいことがあります。私は電子辞書で使っている電池をアメリカ製の電池にしたところ液漏れをしてしまいました。腕時計でも電池交換をした際このようなことが起こったりするケースはあるのでしょうか。もう一つが、記者が扱っていないメーカーは注文することは可能なのでしょうか。はい、まずちょっとこの2番目の方からお答えしますけども、やはりちょっと当店で取り扱ってないブランドを取り寄せれるかっていうと、そのまあね、付き合いといいますか、会社としての取引がなければやっぱり無理な場合がありますので、必ずできますっていうわけではないんですが、まあただですね、ご希望に近い条件の時計をお探しさせていただくことは可能ですので、まあ、好みの条件などをお伝えいただければと思います。はい、であとはですね、その次の電池についてなんですけれども、液漏れですけれども、これはもちろんあります。で、まあ店舗の方でもね、電池交換っていうのはよく、まあ、ご要望いただくんですけれども、時計のこう蓋を開けるとですね、すでに液漏れした電池って結構見つかるんですよ。でそれがどうなるかっていうと、ひどいタイプで言うと、電池がですね、電池から漏れた液がですね、時計のムーブメントの中身にも触れてしまって錆びついてしまっているっていうケースがあります。だいたい電池切れてですね、そのすぐ電池交換するわけでもなく、ちょっと放置した何年か、年月くらいも放置した時計っていうのはこういう現象になりやすいです。ですので、やっぱり本当はですね、電池が切れた時のタイミングで交換をしていく、もしくはですね、もう長期放っておく、放置する場合っていうのはやっぱりあるんですよ。そのね、コレクションで使わないものが、使うものがあれば使わないものもやっぱり出てきますので、でしばらく使用しない場合は、乗り物なんかでもバッテリー外したりするんですが、それと同じでですね、ちょっと電池の方を時計入れに持ち込んだりしてですね、電池を外してもらって、で保管すればまだですね、損害の方は少ないんではないかと思います。やっぱり安物電池ってね、結構液漏れしちゃうんですよ。まあ、いわゆる一般的な電池交換で使うものもあるんですが、まあ、当店ではですね、やっぱりそういうのを防ぐためにちょっとお高いですけども、必ず成功の電池っていうのを入れるようにしてます。まあ、他にも上はですね、液漏れしないタイプの電池もあるんですが、そうなるとちょっとした電池交換でですね、高額になりすぎちゃうので、当店としてはその電池交換はしないようにはしてます。まあ、ただですね、やっぱりある程度電池の品質っていうのは時計の仕上がりにかかってきますので、もしやっぱりご不安でしたら、どんな電池使っているのかっていうのは、その一度時計店の方に尋ねられた方がいいんではないかと思います。今の時代ですね、100円ショップなんか行っても時計用の電池売ってたりするんですが、やっぱりそういうものは粗悪品が基本多いです。でやっぱり電池交換したりとかね、本来、大体2年ぐらいを目処に電池って動くんですけれども、その2年を全うせずに切れてしまうっていうケースが本当に多いです。なのでですね、時計の電池交換する際の電池っていうのは、できる限りいいものを使っていただいた方がよろしいのではないでしょうか。はい、と回答としましては以上となります。はい、ぜひですね、その電池、少々値段は張ってでもいい電池で買えることをお勧めします。はい、それではですね、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。